全盲女子の波平丸です。以前の動画でびっくりドンキーの展示メニューについてお話ししたんですけれども、他のお店の展示メニューも見てみたいなと思いまして、カレーのお店ココイチにも展示メニューがあるということで見せてもらってきたんですね。久しぶりのココイチでした。ココイチといえば、初めて行った時、友人がフライドチキンをトッピングしたら美味しいと教えてくれて、カレーにフライドチキンって面白いなぁと思いながらやってみたのを思い出すんですよね。まあカレーって大体どんなものとでも合いますよね。不思議ですけど、誰とでも仲良くなっちゃう社交的な食べ物とでも言うんでしょうか。そんなカレーのお店に入りまして、席について店員さんにお願いすると、展示メニュー持ってきてくださいました。下敷きのような一枚の紙で両面に展示が書かれているというものだったんですね。カレーとサラダの種類と値段が書かれてました。でココイチといえば、トッピングできるものがいろいろあるというのが特徴かなと思うんですけど、何がトッピングできるのかについては店員さんに聞いたり、誰かにメニューを読んでもらったりする必要があるみたいなんですね。でドリンクやデザートに関してもそうみたいです。トッピングの情報も展示でわかるようになっていたらとっても嬉しいなと思うところなんですけど、結構複雑なようなので展示にするのって難しいんですかね。それで何を食べるか少し迷ったんですけど、メニューを読んでもらって私が選んだのはやっぱり期間限定ものでした。カキフライカレーというのがありまして、今シーズンはまだカキフライ食べてなかったなぁと思ってこれを選んだんですね。熱々のカレーにサクサククリーミーなカキフライ、美味しくいただきました。ということで今回はココイチのお話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。